愛犬家だった人物ベスト5、人と犬の心温まる逸話をご紹介。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は愛犬家だった人物ベスト5について紹介していこうと思います。今日本では空前のペットブームが到来しています。巣ごもり需要もあって犬や猫を飼う世帯が多くなり、ペットに癒しを求める人が増えたためでしょう。ちなみに日本人と犬との関わり合いは遥か縄文時代から続いてきました。また犬を愛した歴史上の人物もたくさん知られていますね。今回は愛犬家だった人物を戦国時代に限らずピックアップし、その逸話とともに心温まるストーリーをご紹介していきましょう。ちょっとした番外編もありますので、どうぞお楽しみください。第5位、軍用犬を用いた奇策で戦いに勝利、太田資政。戦国時代の関東で犬好きとして知られた武将がいます。彼の名は太田資政。あの太田道灌のひ孫にあたり、北条氏を裏切って上杉謙信に味方していました。そんな資政ですが、居城の岩槻城で50匹、幕府難波田範重から引き継いだ松山城で50匹の犬を飼っていたそうです。周囲の者はこれだけたくさんの犬を飼っては餌代もかかるし、うるさくてかなわん、太田殿は犬にうつつを抜かす道楽者よとあざけるほどでした。しかし資政はそんな声にもそ知らぬ顔、実は密かに犬たちを訓練していたのです。資政の三男資武は後に記しています。父はなぜか岩槻の犬を松山に置き、松山の犬を岩槻に置く、そんなことを頻繁に繰り返していたと。資政による犬の入れ替えはそれなりに有名だったようで、人々はなぜそんなことをするのか皆目見当もつかなかったとか。しかしその効果が発揮される時がやってくるのです。永禄5年1562年、北条軍が松山城へ攻め寄せて城を包囲しました。すると城を守る家臣は事前の打ち合わせ通り、犬たちの首に書状を入れた竹筒をかけ10匹ばかりを放ちます。これは岩槻城へ気球を知らせるためでした。驚いたのは北条軍です。城兵を逃がさないよう包囲していたところ、飛び出てきたのが人間ではなく犬だったからです。すばしっこい犬を捕まえることができず、犬たちは無事に岩槻城へたどり着いたとのこと。知らせを受けた資政は援軍を率いて駆けつけ、見事に北条軍を撃退しました。こうした犬の奇想本能を熟知していた資政は本当に犬を愛した武将だったのでしょう。太田資政についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される太田資政の動画はこちらからご覧になってみてください。第4位、主君から南蛮犬を預かり大切に慈しんだ武将、宇和井郭犬。戦国時代の九州で名を馳せた島津氏ですが、強くて精悍なイメージとは裏腹に動物を慈しんだ家風があったのかもしれません。島津義弘は馬や猫を大切にしたと言いますし、家中で催された犬追うものでは犬が怪我をしないように特殊な鏑を用いたとされています。さて、家老として宮崎城を預かっている宇和井郭犬という人物がいました。島津義久の側近として仕え、日向一国を任されるほど信任が厚かったといいます。彼が記した宇和井郭犬日記によると、天正12年1584年のことです。盟友有馬晴信が南蛮犬を譲ってくれるという話になり、受け取り役として郭犬が指名されました。この犬を見るため、わざわざ島津一門の島津義虎や島津忠長はじめ、多くの見物衆が集まってきたそうです。ちなみに犬を送った有馬氏は、所領の口の津などで南蛮貿易を行っており、南蛮犬も来航したポルトガル船から入手したものでしょう。南蛮犬とはヨーロッパ原産の犬種のことで、主にマスティフやグレイハウンドといった大型狩猟犬だったと思われます。当時の日本には
小さな和剣しかいなかったこともあり、戦国武将たちの憧れだったのでしょう。戻った各剣は犬を主君義久に献上し、義久もまた喜んだのですが、飼っていいものか占わせたところ、殿中での飼育はよろしくないという結果が出ました。犬はその日の晩に戻され、各剣が仕方なく飼うことになったのです。当初はどうしたものかと思案に暮れていた各剣、しかし犬を見るとこれが意外に可愛らしい、しかもよく懐くし利口だったといいます。犬の名は伝わっていませんが、各剣は大変可愛がったそうで、まるで我が子のように接していたとも。ところが天正15年1587年のこと、豊臣と島津が手切れとなり、秀吉秀長率いる豊臣軍が九州へ襲来してきました。一方各県は宮崎城の防備を固めて迎え撃ちますが、進軍してきた豊臣秀長の前に降伏を余儀なくされるのです。各県は速やかに城を退去しましたが、ここで秀長の耳に上井各県が珍しい城南蛮犬を飼っているという情報が入りました。秀長も兄上に南蛮犬を献上すればきっと喜ばれるはずと考えたのでしょう。早速使者を送って犬を差し出すよう命じたのです。ところが各県はなかなか犬を譲らなかったそうで、その後何度も督促を受けたことが記録されています。各県としても我が子同然に可愛がってきた犬ですから、愛着もあって離れがたかったのでしょう。しかし天下の豊臣に逆らうことなどできません。島津義弘のもとへも督促が来るようになり、各県は泣く泣く犬を手放したそうです。その後犬がどうなったのかは分かりませんが、もしかすると広い大阪城の庭で暮らしていたのかもしれませんね。上井各県についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される上井各県の動画はこちらからご覧になってみてください。第3位、生類憐れみの霊は本当に悪法？徳川綱吉。江戸時代中期、日本で初めてとなる動物愛護法が制定されました。それが五代将軍徳川綱吉の肝煎りで進められた生類憐れみの霊です。この法律のせいで人々は苦しみ、多くのものが処刑されたり罰せられたとか。果たしてそれほどの悪法だったのでしょうか。実際中野に作った中野御用お屋敷は広さ24万坪、東京ドームが16個丸々入る大きさでした。この中に10万頭もの犬を収容したといいますから、その経費も半端じゃありません。他にも巨大な犬舎が建てられています。確かに江戸の人々が、庶民が苦しんでいるのに犬ばかり優遇するのは何事だと怒るのも無理はありません。ところが状況を正しく紐解いてみると、そこには綱吉の深い考えがあったことがわかります。当時江戸の人口は35万人ほどですが、すでに大都市ならではの不衛生さが問題となっていました。疫病の蔓延も懸念されており、それを媒介していたのが野良犬や野良猫といった動物たちだったのです。少なくとも人間と動物を隔離することで疫病の発生は予防できますし、ドッグセンターの運営は幕府財政で賄われていたため、庶民の生活に影響を与えるものではありませんでした。さらに野犬を保護した村落には多額の補助金すら出したそうですから、公衆衛生の観点から見ても良策だと言えるのです。また綱吉が守ったのは動物ばかりではありません。社会的弱者を保護したり、捨て子対策を進めるなど、人に関する保護法令も定めたのです。これらを見ると、日本人に慈愛の精神を植え付けようとしたと唱える研究者もいます。未だ官営の大飢饉の影響が収まらず、農政改革は進まないまま、都市には貧しいものがどんどん流れ込んできて、人々の心はすさんでいくばかり。そこで綱吉は、か弱き者を憐れみ慈しめと訴えかけたのでしょう。さてこの法令が発布された24年間のうち、実際に罰せられたのは72人に過ぎません。
ましてや死罪になったものなど皆無でした。また遠投や流罪になったものもよほど悪質な虐待行為をしていたものと考えられます。確かに魚介類の売買を禁止するといった法令も出されていますが、実際に禁じられていたのは生きている魚介類の販売のみ。当然漁師が漁をすることも禁じられてはいません。いわば生き物を無用に苦しませず必要最低限以上の殺生をするなということになるわけです。綱吉自身もこよなく犬を愛し、プライベートでは珍を飼っていたようですが、人や動物に対して優しい心を持った将軍様だったのでしょう。番外編、主人を慕いその後を追った忠犬小笹秋親。ここでランキングを離れて番外編をお届けしましょう。江戸時代の初め、肥前の国大村藩に小笹秋親という家老がいました。彼には花丸というオスの珍がいて、常にそばに置いて可愛がり、花丸もよく懐いていたといいます。ところが三代藩主大村住信が江戸で亡くなったという秘宝が国元へ届きます。まだ33歳の若さでした。秋親は住信が幼い頃からの守役だったため、誰よりも悲しみは深く、周囲の者もかける言葉すらなかったほど。慶安3年1650年、秋親は悲しみのあまり主君の後を追って殉死しました。その亡骸は大村家の菩提寺である本教寺で火葬されたといいます。その様子を見ていた花丸は主人の死に涙して泣いたと思うと、荼毘の炎の中へ飛び込んでしまいました。周囲の人々が助け出せるわけもなく、花丸は果ててしまったのです。その後藩主に準じた忠臣、そして忠臣に準じた義賢のことを武士道の鏡として後世に伝えるため、秋親の墓の隣に花丸の墓が建てられたといいます。後に墓の碑文が調査されたところ、漢文の由緒書きが見つかったそうです。そこには秋親と花丸はお互いに慈しんでおり、秋親は常に花丸を愛して膝元に抱いていたと書かれてあったのだとか。ちなみに本教寺で花丸の367回忌が営まれた際、同じ名ということで漫才師の博多花丸さんがやってきたそうです。コメントを求められた花丸さんは、自分の名前が書かれている墓石を見るとなんだかいたたまれない気持ちになると言ったとか。第2位、人の言葉を理解し不思議な能力を持った犬、聖徳太子。かつて1万円札の肖像にもなった聖徳太子ですが、一時は教科書から名前が消えちゃうんじゃと囁かれるほど実在が危ぶまれた人物です。しかしご心配なく、現行の教科書では聖徳太子のままとなっていますね。ところで太子には愛犬がいました。名前を雪丸と言い、雪のように白かったとされています。雪丸は普通の犬にはない不思議な能力を持っていたそうで、人の言葉を理解するだけでなく太子と会話ができたそうです。さらに経典の内容もきちんと理解していて、聖徳太子が政治を考えている間も寄り添い、一緒に長い時間を過ごしていたとも。この不思議な雪丸という犬は一体何だったのでしょうか。そこには一つの大きなヒントがあります。日本書紀によれば、水戸21年613年のこと、大和の国片岡の地を訪れた太子は、飢えて道に倒れている異国の人に気づきます。食べ物と衣服を与えた甲斐もなく、異国人は翌日亡くなり、太子は哀れんで手厚く葬ったのだとか。ところが後日、異国人の衣服がきちんと畳まれて置いてあるのが見つかりました。もしやと思った墓守が墓を確認したところ、遺体は跡形もなく消えていたといいます。こうした不思議な出来事の後、太子の前に姿を現したのが雪丸でした。太子と充実した時間を過ごした雪丸は、やがて自らの死期を悟ります。そしてもし自分が死んだら、だるま太子の墓を守るために本堂の北東に埋葬してほしいと遺言しました。
実は片岡の地には大使が創建しただるま寺があります。あの異国人はだるま大使の化身だったのではと大使は考え、自ら掘っただるま像を安置していました。雪丸は自分が死んでからも大使が尊敬していただるまを守ろうとしたのでしょう。あるいは雪丸自身が元はだるまの飼い犬だったのかもしれません。だるま寺の境内に葬られた雪丸ですが、いつ誰が作ったものなのか、雪丸の石像が安置されています。江戸時代の記録にあることから古い時代のものでしょう。元旦の日に雪丸像が吠えれば、その年は豊作になるという言い伝えが残っていると言いますから、やはり不思議な犬に変わりはないようです。第1位、維新の立役者に愛された犬たち、西郷隆盛。犬のエピソードに事欠かない人物といえば、やはり瀬古丼こと西郷隆盛でしょうか。上野恩賜公園にある犬連れの西郷さんが印象深いですよね。西郷と犬の出会いは些細なことでした。身長180センチ、体重110キロと肥満気味だった西郷は、医者からダイエットを勧められます。そして犬を飼って毎日散歩すればいい運動になると犬を飼うことを決心したのです。明治になって執権規則が制定され、犬の所有を明示することが義務付けられました。ところが飼い主不明の犬たちは容赦なく殺されたり追い払われたりしたようです。そんな状況を見かねた西郷は、かわいそうな犬たちを引き取って屋敷の中で保護しました。いわば現在でいう保護犬団体を作ったわけです。多い時には数十頭の犬が暮らしていたといいますから、さぞ賑やかだったことでしょう。ある時、評判のうなぎ屋に犬たちを連れてやってきた西郷ですが、うな丼を注文しては犬に食べさせていました。その光景を見た店主は、自分は食べずに犬に食わせてるなんて、なんとも変わった人だなぁと呆れたそうです。犬たちに食べさせたせいで、とうとう自分の食べる分まで売り切れになってしまいました。西郷はしょんぼりしたまま店を後にするしかありません。さて、店主が食器を片付けようとしたところ、丼の下にお金が置いてあります。よくよく見ると、うな丼の値段に釣り合わないほどの大金でした。びっくりして周りの人に、あれは誰だと聞いたところ、西郷だと言うではありませんか。店主は恐縮しきりだったとか。さて、性感論で敗れて故郷鹿児島へ戻った西郷ですが、ここでもたくさんの犬と暮らしています。名前が分かっているだけで13頭もいて、その中でもゴジャという犬は上位という意味で名付けられたとか。とにかく外国人だけに吠える気質だったそうです。また西郷はツンというサツマイヌを愛したそうで、毎日のように狩りへ出かけていました。ちなみに薩摩仙台市のご当地ゆるキャラも西郷ツンなのだそうです。西郷が人生の最後に戦った西南戦争でも2頭の犬を引き連れていました。先ほどの13頭のうち、黒とハヤという犬です。意気盛んな西郷率いる反乱軍でしたが、熊本はじめ田原坂でも新政府軍に敗れ、ついに延岡まで転戦。ここで軍の解散を命じました。西郷はここで2頭の愛犬を解き放つことにしましたが、やはり共に暮らしてきた犬たちです。西郷との別れを惜しみ、いつまでも付近をうろうろしては泣き続けていたとも。その後、1頭は保護され、もう1頭は行方不明になったと言われています。しかし別の新聞記事によれば、2頭とも保護されて船で神戸へ向かったのだとか。心がおおらかで何事にも動じない西郷ですが、その懐の深さがあったからこそ、犬たちも彼を慕ったのでしょう。屈託なく犬を愛する横顔こそ、本当に西郷らしい素顔だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。
こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。